の男を見くびっていたよ。現実に向き合えば逃げ出すと思ってた。俺のようにゴールドコーストに向かう真っ赤なバス「それならばとサンダル脱げたまま」「おっさんの手につかまり」「屋根によじ登れれば」「変われるさきっとこの俺だって」はこの俺のオペラグラスより遠くを見つめる鷹の目をしてた。離れからエンジンの音が聞こえた時、あいつに憧れてたってやっと気づいたんだ。ゴールドコーストに向かう真っ赤なバスは、あらゆるものを振りほどき出発。それならばとサンダル脱げたまま、おっさんの手につかまり、屋根よじ登れれば変われるさきっとこの俺だって変われる。